皆さんこんにちは、大串です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストの 2-7 番の解説の動画となっております。問題を解いていない方もこの後すぐにね問題を表示しますので、それを一緒に解いてから解説に移るようにしてください。まずはいつも通り選択肢から目を通して、どういう種類の問題なのか予測できるか見ていきましょう。そうすると A が Construct で、 B が Constructed で、 C が Construction で、 D が Constructing になっています。で、この段階でですね、まあ Construct とその形を変えたものや派生語が並んでいるなということがわかるはずです。で、 Construct 自体の意味はなんとかを建設するという意味ですよね。まあ、どれを入れるにしてもですね、今回この建設という意味が入ってくるんだなというのはわかると思うんですが、あとは、ま、空欄の前後、もしくはですね、文全体に目を通す必要もあるかもしれないんですが、まず文法的な観点からどれが入るかというのを絞り込んでいって、あとはまあね、それがちゃんと意味的に合っていれば正解だという風になるはずです。ということで、まず空欄の前後に目を向けるんですが、今回ね、前しかありませんが、前には何があるかというと、under があります。で、この under の品種を考えることがまず大事ですよね。じゃあ、under の品種は何でしょうか？ under は、前置詞ですよね。では、前置詞の後ろに入る形は何でしょうか？それは、まず、名詞ですよね。あともう一つ絶対に覚えておかないといけないのは動名詞ですよね。形は動詞を ing 形にしたものになります。前置詞の後ろに来るものとしてこの二つは絶対にまず覚えておいてください。ということで、まずね、意味を考える前にですね、文法的な観点から、まあ A の construct、 これただの動詞にしかならないですから、この A はダメですし、B の constructedもですね、これは動詞の過去形か、もしくは過去分詞形とも考えられますが、どちらにしても前置詞の後ろには入りませんから、B もダメということで、答えは C か D になってくると思います。ということで、答えは C の construction か D の constructing ということになったんですが、先ほども言った通りですね、construct の意味は何とかを建設するですよね。つまり、動詞としては、他動詞であるということがわかります。で、これ前回もやった通り、もともと目的語を必要とするような他動詞を、まあ、たとえですね、同名詞化したとしても、そのまま目的語が必要であるという性質は受け継いだままになります。例えば、今回の何とかを建設するという意味の construct という他動詞を同名詞化したとしても、建設することという意味じゃなくて、なんとかを建設することという、まあ、ちゃんと目的語を取る性質は変わらないままなんですね。ですから、例えば今回の D のように、たとえコンストラクトをコンストラクティングにしてたとしても、目的語はですね、変わらず必要だということなんですね。それにもかかわらず、今回ね、空欄の後ろ見てみると、目的語なんて存在しないんですよね。ということで、今回文法的に、まあ D の constructing も入らないということになってしまいますから、自動的に答えは C に決まってきます。construction というのは、この construct の名詞形ですから、建設と、単純な建設という意味の名詞で取ってもらえば OK です。で、今回はこれ文法的な観点からこの問題を解きましたが、実は今回のこの under の使い方とですね、この under construction という表現はもう絶対に覚えておいてほしいものです。ですからそれについて詳しく見ていきましょう。まず under の意味の復習からですが、under はなんとかの下でとか下にという意味ですよね。で、前置詞はこうイメージを掴んでおくことが非常に重要なので、今回もイメージ確認しておきたいんですが、右上の図です。何かこう基準みたいなものがあったとして、この左の点々とか右の点々はですね、ちょっとこう囲まれるイメージもあるので、それをつけてあるんですが、
まあ何かこう基準点があって、その下にある。これが under のイメージですよね。何か基準があって、その下にある、もしくはまたちょっと囲まれているようなイメージになることもあるのが、この under です。これ前置詞とか副詞はよくあることなんですが、元々その語が持っているイメージですね。元の意味から、派生していってですね、そのイメージから、プラスアルファの意味ですね、が生まれてくるということがあります。で、この under でいけばですね、もともと持ってるなんとかの下でというこの意味からですね、なんとかの最中でとかですね、もしくは最中のといったような意味で使うことができます。で、これのイメージとしては、under の後ろに何かしらの行為を表すような言葉が来るんですが、それを持ってきて、何かこう、行為の下にいるとかあるようなイメージです。図で表せば何かね、好意的なものがもう上にあってですね、それの下にいるようなイメージですね。今回でいけば、まあ、建設という行為の下にあるというイメージ、まあ、建設下にあるというイメージから、まあ、もっと綺麗な日本語にすれば、建設中であるという意味になるわけです。これはめちゃくちゃ大事なので絶対に覚えておいてください。で今回せっかくなんとかの最中でとか最中のという意味の under が出てきましたから、まあ、他にもねこのシリーズをいくつか確認しておきたいと思います。でたくさんありますが、まあ、後ろの語彙の意味さえわかればねイメージはつかみやすいと思いますから頑張っていきましょう。まず under repair からですが、 repair というのは修理という意味ですから、もちろん修理中で修理中のという意味になります。次に under investigation ですが、 investigation というのは調査という意味なんですね。 investigate というのは何とかを調査するという意味の動詞ですが、それの名詞形です。ですからこれは調査中でという意味になります。次に under discussion ですが、 discussion というのは議論とか協議とか討議とかそういう意味ですよね。 discussというのも何とかについて議論するとか協議するという意味の動詞です。ですからこれは議論中でとか討議中でという意味になるはずです。次に under consideration ですが、 consideration というのは考慮という意味があります。 consider というのも何とかについてよく考えるとか考慮するという意味の動詞ですからね。で、consideration というのは、まあ、その consider の名詞形なわけですから、意味としては、考慮中であるとか、もしくは考慮しているということは、まあ、ちゃんとね、どうするか考えている、どうすべきか考えているっていう感じですから、検討中でというイメージで捉えても OK です。次に、under review ですが、review というのは、まあ、再検討とか、もしくは審査といったような意味がありますよね。動詞としても、まあ再検討するであるとか審査するとかね、そういった意味で使うことができます。そうすると意味としては、再検討中でとかもしくは審査中でという意味で取れば OK です。次に、under inspection ですが、inspection というのは検査といったような意味がありますよね。動詞としても何とかを検査するとか調査するという意味があるはずです。ですからこれも検査中でという意味で取れば OK です。最後に under development ですが、 development というのはまあ開発とか発展とかそういう意味ですよね。ですからこれもまあ開発中でという意味で取れば OK です。で今回この何とかの最中でという意味で用いられる under ですが、問題に出てきた under construction 建設中でまでを含めると、まあ、合計8つの表現を紹介しました。で、これすべて大事な表現になりますから、まあ、文章で出てきたり、リスニングで出てきたりしたときは、まあ、すぐに反応できるようにしておいてください。では最後に文全体の意味を取って終わりにしましょう。The road in front of the office is under construction.ということで、the road 道は道路はということですよね。で、in front of the office ですから、このオフィスの in front of 前にあるということです。ですから、このオフィスの前にある道路は is under construction ですから、
建設中だという意味で取れば OK ですね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.